相手をこう引きずり込んで相手が無理してきたボールを取って攻め出すと。で一番最初に見るのはこのトップのディウフですね。ディウフ、ディウフ抜けてくる、スピードに変わしたチャンスだ。それやる、折り返してくる、どーっと決まった、セネガル先制。ブバディオプ、21世紀ワールドカップ最初のゴールは初出場のセネガルによってもたらされました。前半の30分、セネガル歓喜の先制点。それをディウフのスピードがもたらしました。この左サイドなんですよね。